どうも高井です。ついにマーケティングが科学の世界へ。人間の思考を科学で分析する時代が来ました。レビューするのはこちらの本。こちらの本もあるわけですけど、何が違うのか。こちらは検証して数値化していく本。こちらは科学で分析してデータを取っていく本。頭の上に電極のついた水泳帽みたいなのをかぶって、頭の中のニューロンの電気信号ビビビって走ってるものをパソコン用に出力して画像化していく。どんな風に人は考えて物を買っていってるんだろうってことを記録していく本ですね。人は物事を考えているときに、情報入ってくる1秒間の情報が1100万ビットあるのに対して、処理できるのは約50ビットしかないですね。ちなみにファスト&スローでいうシステム1、システム2っていうのがあって、システム1は直感的、システム2っていうのは論理的。システム1の方が直感で衝動外的なもんですけど、そっちの方が簡単なんですよ。簡単で、そういうのはストーリーを処理するのにすごいやりやすい。逆にシステム2の論理的な思考回路は比較検討してよく考えて買う。数字とかもそうだし、商品の詳しい情報、性能、比較っていうのはシステムの論理的な思考回路が働いてるから。じゃあそれがどういうふうに購買結びつくのか。コカ・コーラのデータがあります。コップが2つあって、片方はコカ・コーラのロゴが入っている、片方はロゴなんて入っていない。中には同じコカ・コーラが入っている。同じように飲むとするよ。飲むんだけど、ロゴの入っている方が美味しかったらしいです。同じコカ・コーラなのにロゴが入ってたらイメージが鍛えられて美味しく感じちゃう。これ意外だったんだよ。味なんて変わんないだろうと思ったけどね。変わるんですね。次にテレビ CM の情報が載っている。打ち続けていくと効果がなくなるんですよ。これはそのブランドに対しての認知度、100まで上がるまでどれぐらいかかるのかってのは分かんないんだけど、それはブランドによるんだろうけどね。でも打ち続けていって、こうやって売り上げがこう上がっていく、右肩が上がっていくにつれてです、右肩が上がっていくにつれて、いやもういらないだろうっていうところを見極めるのに役立つかなっていう。次に価格ですね。価格っていうのは哲学的論理的に説明してる本あるんですけど、ただそれは具体的な数字に表して教えてくれてるわけじゃないんです。高すぎてもいけないし、安すぎてもいけない。じゃあどこをどんな価格で設定したらいいのかなっていう意味でも、この本ですごい役に立つと思うんで、ぜひとも買って読んでみるといいと思いますよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。